イリア・セミオーノビチ・オストロウホフは、ロシアの画家、美術品収集家、舞台美術家である、風景画や肖像画を描いた。モスクワの製粉業を営む家に生まれた、オストロウホフは、幼い頃には、自動車を収集しており、青年時代には、自然科学に関心を持ち、鳥の巣や、卵などを収集していた。1873年、モスクワの小学実務アカデミーを卒業する。 また、モスクワ絵画、彫刻、建築学校に学んでいる。オストロウ・ホフは、1886年に開催された移動美術展覧会で画家としてデビューした。画家になってからは、アブラムツエボで活動していたイリア・レーピンや、バシー・リー・ポレーノフラによって描かれたスガキや下絵を収集していた。オストロウ・ウホフが収集したコレクションを芸術科別に見ると、 レイピンによる作品が最も大きなシェアを占めている。オストロウ・ホーフが手がけた作品のうち、などが、1887年、1888年、及び1890年に、美術品収集家のパーベルトレチャコフによって、買い上げられている。1889年夏、モスクワの茶商人の家系であるボトキン家の娘、ナデジュダ・ボトキナと結婚する。その後、 現在のウクライナのハルキウの付近に所在した製党工場の経営者に就任し安定的な財力を手に入れた。1898年にトレチャコフが死去してから15年ほどの間にオストロウホフはトレチャコフ美術館の理事会に何度か選ばれている。1900年にはパリ万国博覧会のロシア美術部門の主催者を務めたほかレジオンドヌール勲章を受賞している。 1900年代になると、オストロウホフは、セルゲイ・ディア・ギレフのほか、美術雑誌、芸術世界に関係していたがからと信仰を深めるようになった。1904年からは、トレチャコフ美術館の理事会の議長を務め、コレクションに追加する新しい品目を買い揃えることに従事している。1906年には、美術アカデミーの正会員に選ばれている。 1912年と1914年に、オストロウホフは、ボログダやノブゴロドのほか、トベリア、プスコフ、ヤロスラブリなどを旅して回っている。1929年、モスクワで死去する。遺体は、ダニロフスコエ墓地に埋葬されている。ありがとうございます。